にさせていただけないでしょうか。大きな声でお耳元近くお騒がせいたしております。皆さんこんにちは。救う会兵庫の代表をさせていただいております永瀬武史でございます。現在新型コロナウイルスの関係で署名活動ができておりません。4月もそしてこの5月も6月も署名活動ができるのだろうか、大変心配している方がたくさんいらっしゃいます。そこで今日は私たち救う会兵庫が平成8年から23年度にわたって続けてきたこの署名活動の意義、そしてその必要性についてお話をしたいと思います。私自身この署名活動をしている間には本当にこの署名活動で効果があるんだろうか、時と場合によっては多くの人が署名してくれたり、あるいはほとんど署名が集まらなかったり、2時間の活動が暑い日には辛いし、もう寒い日にはもうすぐやめたくなる、そんなことを何度も思いました。この期間たくさんの仲間たちが来て助けてくれたけれども、多くの仲間たちが絶望をしてこの署名活動の場から姿を消したのも事実でございます。私は常々街頭で訴える時も、この署名活動はあなた一人のためならず、この署名活動こそが家族の心を支えているんですよ、たった一人の小さな力だと思わないでください。あなたのその一筆のその署名が多くの拉致被害者の家族を支えている。先日2月に亡くなった有本恵子さんのお母さん加代子さんもいつもおっしゃってました。町で署名簿を持って立てば知らない人が有本さん頑張ってねと声をかけてくれる。そして町でもあるいは買い物先でも有本さん、私たちはずっと見てますよと言ってくださる、そういう人たちがいるから私は死ねないんですと有本さんは常々おっしゃってました。あなた一人の一筆のその署名が家族の生きるその杖となってるんです。さらにこの署名活動の歴史を振り返るといろいろと面白いものが見えてまいります。私たちは活動当初、神戸元町の大丸前、元町センター街の入り口付近で活動をしていたんです。本当にまだ拉致疑惑と言われている時代で、多くの人が拉致事件、横田めぐみさん、有本恵子さんといっても知らない人が多い時代でした。それが平成15年、小泉さんの訪朝、5人の拉致被害者の帰国という大事件を経て、もう一夜にしてですね、すごいたくさんの人が署名をしてくださる。信じられないことですけども、カンパ箱にカンパのお金がもう入りきらないぐらい多くの人から志を頂戴したこともありました。そんなある日のことです。おそらく平成16年頃だったと思うんですが、元町商店街の幹部の方から私のもとに連絡がありまして、あの場所での署名活動はどうかこれから控えてもらいたい、私たちは商店街としてこれから生田警察署に道路使用許可を出さないでもらいたいというお願いをしに行こうと思うんだけれども、一方的になるので一度話し合いをしませんかと言われました。そこで私は元町商店街の事務所にお邪魔をいたしまして、理事長さんなど幹部の皆様とお話をしました。お話の内容はこうです。私たちが署名活動をしているすぐ後ろ側には真新しいテナントビルが立っておりまして、ここはもう一等地ですので大変高いお家賃を払って衣料品店などがお商売をされていらっしゃる。この
建物の管理事務所にですね、じゃんじゃん電話が鳴るって言うんですね。お前たちはこうやって多くの人たちのお客さんを相手にする商売なのに、あのような北朝鮮に悪口を言っているような団体の応援をしているのかという電話が入ると。そして管理人、管理会社としてはやはりたくさんのお家賃をいただきながら、皆様の管理を請け負っている以上、やはりそういう声にも配慮をしなきゃいけないし、やはりあれだけ注目をされてたくさんの人が署名に来る、マイクで北朝鮮は許さないと言っている、これはやっぱり問題じゃないか、せめてうちの前で署名活動するのはやめてもらいたい、そういう形の声だったっていうんです。お商売をされている方としては当時当然の声だったと思います。で、私たちも、そういうことであれば私たちから何か言うこともないのでやむを得ないですなと。その後兵庫県警生田警察署と話をして、代わりの場所をちょっと探そうということで、それからですね、JR 元町駅の南側であるとか、それからボートライナーの出口であるとか、それから交通センタービルの前であるとか、花時計の前でやったこともありました。いろいろな提案をですね、警察の交通課の人と話しながら、ここでやってみよう、あそこでやってみよう、それで最終的に落ち着いたのが今の丸井前なんです。で、この丸井前で私たちが活動するようになってもう随分長く経ちますが、同じような電話がこの周辺の商売をしている施設にも入りました。ただ、時代とともにこの拉致事件、あるいはこの北朝鮮というものに対する認識が大きく変わって、私たちの活動そのものがその電話で抗議をしてくるような人の内容とは違うので、ルールを守ってやっていただく以上はこちらとしてはやっていただいて結構ですよというお話を、この周辺の、商店を経営してらっしゃる、あるいは、テナントさんなどの人たちとお話をして今も活動が続いているんです。実はあの丸井前というのは今神戸におけるさまざまな政治活動の、メインの場所となっています。例えば、反原発のもう大々的なセレモニーも今や丸井前で行われています。毛皮などですね、動物愛護の団体も必ずあそこで活動します。さまざまな宗教団体のアピールもあそこでやられてますし、昔ですね、大丸前で行われていた政治活動やアピールとかっていうのがみんなこの丸井前に集まってきたんですね。これは実は私たちがあの活動の場とすることによって、好むと好まざるのにかかわらず活動アピールの場が大丸前から丸井前に変わってきたということなんですね。で、私たち活動しているものとしてはもうなんともわびしい、こんなことをしていて一体いつ効果が現れるんだろうかと思ってるけども、存在存在感があるということなんです。で、それは継続していたからこそなんです。そしてそれを一番注目しているのが、これが北朝鮮なのか、あるいは北朝鮮の審判の方なのか、どのような方なのかわからないけれども、私たちの活動を心よく思ってない人たちにとって一番やっぱり気になるんです。実は今でも私たちは活動しているときに、ちょっとでも展示ブロックの上に何か持ってきた荷物が乗っていると110番通報を受けたおまわりさんが飛んできます。展示ブロックの上に荷物を乗せないでください。おまわりさんどうしたんですか。いや、ちょっと展示ブロック上に荷物がかかっているという通報がありました。そんなことが今でもあります。だから私たちの活動は見られている。私はおそらくこの見られている活動は北朝鮮にも報告をされていると思うんです。ですからこれからもこの署名活動にご参加していただくは皆さん、そんな気概を持って心細く思うかもしれないけど、これは見られて大切な私たちのこの意思の発露の場、日本人が拉致問題を決して許さないということをアピールする大切な場としてですね、皆さん認識していただいて参加していただいたら、また署名にですねご参加をしていただいたらありがたいなと思います。これまでいろんな拉致問題解決のために、本当に微力です、市政のもう一匹の小さな
もうメダカのような存在ですが、なんとかして拉致問題解決させようと思っていろんな道を探ってまいりました。でも今一つだけ言えることがあるんです。拉致問題解決に近道はないということなんです。一番遠回りかもしれない、一番小さな力かもしれない、しかしこの署名活動を続けることによって意味がある。これは戦いの場です。どうか皆さんもこの戦いの場にほんのちょっとの勇気を持って参加をされませんか。署名板を持つ勇気がない方はいいんです。一筆の署名をあなたのその手でしていただきたい、そのように思います。一刻も早くこの新型コロナウイルス禍が過ぎ去って私たちの活動ができるよう心からお祈りを申し上げまして、今日のレポートとさせていただきたいと思います。高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしくお願いします。兵庫県議会では45分間という枠で、これは会派のそれぞれの人数に関係なくですね、すべて45分という形で、決められています。